Bonjour! オンライン韓国語学校、アンサンブルフランセ、講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。今、散歩していますが、日が暮れて薄暗くなってきましたね。この日暮れというフランス語の表現ですが、ある動物を使って言うことができますよ。一体どのように言うでしょうか？ Entre chien et loup. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Entre chien エル。直訳は犬と狼の間。そうです。薄暗くなってくると犬と狼の区別がつかなくなってしまうことから日暮れという意味で使われますよ。さあ、狼が出てきたら怖いから早く帰りましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、エンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!